皆様こんばんは。一般社団法人ミッサケ代表理事の大西です。本日はお足元の悪い中、2022ミスサケ最終選考会においでいただき、心よりお礼申し上げます。我々一般社団法人ミスサケは、2013年に日本酒を中心とした日本の文化を国内外に発信するアンバサダーを選抜するべく設立し、8年間と、8代のミスサケとともに歩みを進めてきて、今年10年目の活動に入ります。昨年前代表の相葉から代表私引き継ぎまして、今まで振り返りますと、世界17カ国地域31都市をめぐり、PR を重ねてまいりました。コロナ禍の影響があってからは対面のイベントが減り、ミスサケ YouTube などのそういった配信ですとか SNS を中心に活動の場を変えて継続してまいりました。そのような活動を見ていただき、今年も1000名以上の応募をいただきました。彼女たちの志望動機は様々で、日本酒を中心とした日本文化を発信するミス酒の活動に貢献したい、世のため人のため何か自分が役立つ人間になりたい、またはミス酒の応募をきっかけに自分自身が学び飛躍する、そういったことでミス酒に応募いただいた、そのメンバーがこの20名です。彼女たちのもっと学びたい、もっと成長したい、そういった思いに対して活躍の場を設けるのが一般社団法人ミス酒の、また我々の役割だと感じております。本日こちらに選ばれた1000名の中から選ばれた20名の各都道府県代表は、3月15日のファイナリスト発表会から約3ヶ月間、普段は会社員ですとか、学生ですとか女優種々ありますが、その活動をしながら土日になでしこプログラムという特別プログラム20日間を受講し、成長を重ねてまいりました。この場が彼女たちの集大成、まさに晴れの舞台です。どうか最後まで温かく見守っていただけますと幸いです。そして最後に、2022ミスサケ最終選考会を開催するにあたりお力添えいただきました各講演省庁団体の皆様、協賛企業の皆様、そして地方大会を一緒に運営していただいているブランドパートナーの皆様、そしてなでしこプログラムの講師を務めていただいた先生方、最後にこの会場においでいただき、ミスサケをいつも応援くださる方々に心よりお礼申し上げます。それではここで2021ミスサケ松崎美優からもお言葉言葉を頂戴したいと思います。皆様こんにちは。2021ミスサケの松崎美優と申します。私は昨年失礼いたしました。コロナウイルスの感染拡大の影響もございましたので、無観客での、最終選考会をしていただきました。本日はこのような素晴らしい会場で、ステージに立たせていただけること大変光栄に存じております。また全国つつ裏裏、北は北海道から、そして南は沖縄、もう本当にいろいろなところから、本日は足元が悪い中いらっしゃっていただきましたこと、心より感謝申し上げます。この後また活動報告でお話をさせていただきますが、この1年半の間で、様々な役目を、頂戴いたしました。この活動は、私の人生の幅を広げてくれたと、確信しております。日本酒に関しましては WSET 酒レベル3という業界でもとても有名な、詳しい、資格試験も、取得させていただきました。今後はこの活動を自分の誇りに、歴代ミス酒として活動を続けていくこと、また一個人松崎美優としても日本酒日本文化に関する PR 活動を続けてまいりたいと思っております。ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。この1年半
愛知大会から、お世話になりました。たくさんの支えてくださった皆様に心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。それでは、はい、皆様、改めまして、本日は2022ミス酒最終選考会にご来場いただきまして、誠にありがとうございます。代表より活動報告及び今後の活動予定についてもご報告をさせていただきました。なお、2022ミス酒ファイナリスト総勢22名でしたが、この度ミス酒の規定の資格を失ったとみなし、2名が失格となっております。そのため本日は20名のファイナリストにて本日の最終選考会を進めてまいります。申し遅れました、私本日の司会進行を務めさせていただきます、水木彩乃と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。それではここで本日ご臨席を賜りましたご来賓の皆様をご紹介申し上げます。農林水産省近畿農政局長出倉浩一様、京都府知事西脇隆俊様、京都府議会議員渡辺邦子様、はい、ご開催おめでとうございます。京都府議会議員石田宗久様、おめでとうございます。京都市長門川大作様、門川市長は公務のため後ほどご来場をいただきます。京都市会議長田中昭秀様、おめでとうございます。自由民主党京都市会議員団代表理事寺田和弘様、後ほどご来場をいただきます。ありがとうございます。京都市会議員富木久男様、桃代夫人、日本酒造組合中央会副会長佐浦光一様、日本貿易振興機構ジェトロ京都情報センター所長庄秀樹様、トレード&インベスティメントオフィサーアットザエンバシーオブガーナミスターマイケル AK セナヤ、前大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻昌平教授、学校法人天理大学理事小林忠夫様、恵子夫人、以上ご来賓の皆様をご紹介申し上げました。それではご来賓の皆様よりご挨拶を頂戴したいと存じます。ご挨拶を賜りますのは、
農林水産省近畿農政局長出倉浩一様でございます。出倉様、どうぞよろしくお願いいたします。皆様、大きな拍手でお迎えください。皆さん、こんにちは。ただいまご紹介をいただきました近畿農政局長の出倉でございます。2022年ミス酒ジャパン最終選考会の開催にあたり、一言お祝いを申し上げます。長引く新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、皆様方観光飲食業はもとより、多くの食品関係企業にとって厳しい状況が続いております。そのような中、この感染症対策を徹底しながら営業を継続し、日本酒の安定供給を支えていただいた皆様のご尽力に敬意を表しますとともに、この感染症が一日でも早く収束し、昔の観光飲食需要が回復することを強く願っております。皆様ご承知の通り、この近畿地方は日本酒の生産量が全国1位の兵庫県、2位の京都府を擁してございます。またこの兵庫県は酒米の生産量もダントツでトップでございまして、農業が酒どころ近畿を支える重要な産業でもありまして、また逆に酒造りが近畿の農業を支えている、こういう面もあるというふうに考えてございます。今この食品業界においては、拡大する世界の食料市場を獲得していくことが大きな課題となってございまして、この農林水産物食品の輸出は令和3年度に1兆2000億円を超えまして、政府が掲げる2030年の5兆円目標の達成に向けまして、今頑張っているところでございます。中でもこの日本酒の輸出でございますが、令和2年こそこの新型コロナウイルス感染症の世界的な蔓延、こういう影響にもありまして減少をしているものの、海外での日本食ブームの背景、こういうものの背景を拡大基調にいたしまして、平成25年と比べると約2倍と大幅に増えてございます。引き続き政府一体となってこの日本産食品の輸出促進に取り組んでまいる考えでございます。また農林水産省では令和3年5月にこの緑の食料システム戦略、こういうのを策定いたしまして、調達、生産、加工、流通、消費の各段階の取り組みと、カーボンニュートラル等の環境負荷軽減のイノベーションを推進し、将来とも我が国の持続可能な食料システムの構築に取り組んでいるところでございます。ミス酒ジャパンの皆様には、国内外で日本酒をはじめとした日本食、食文化に関する魅力を伝える活動を行ってこられており、改めてこの場を借りて感謝申し上げます。引き続き日本酒の輸出拡大とさらなる発展のために取り組んでいただけることをお願いをいたしています。結びに本日ご立席の皆さん方のご健勝と最終選考会の成功、これを記念いたしまして、誠に簡単ですがご挨拶をさせます。本日はおめでとうございます。出倉様、誠にありがとうございました。それでは続きまして、この方よりもご祝辞を頂戴したいと存じます。京都府知事西脇隆俊様、どうぞよろしくお願いいたします。大きな拍手でお迎えください。どうも皆様こんばんは。京都府知事の西脇でございます。本日は2022ミス酒最終選考会の開催を心からお喜び申し上げます。また先ほど登場されました22名が、20名に2人減ってはりましたけれども、20名のファイナリスト、また全国から京都にお越しの皆様を心から歓迎いたします。またファイナリストの皆様、先ほどありましたように3ヶ月の非常に厳しい鍛錬を経られたということで、その成果を遺憾なく発揮されることも心から祈念をいたします。恩師代表理事はじめ、
一般社団法人のミス酒井の皆様におかれましては、まあ、ここは重要なところですけれども、日本酒の魅力の発信というのはまあ当然ですけれども、まあ、日本酒の魅力発信を通して日本の伝統文化、また食、先ほどちょっとスライドにもありましたけれども、農業の分野の啓発にも取り組んでいております。心から敬意を表したいと思います。そして昨年の、ミス酒の松崎さん、本当にコロナ禍の中で活動が制限されている中でも、さまざまな工夫をして活動された、後ほど報告があると思いますけれども、そのことにも心から敬意を表したいというふうに思います。京都では京都の今日の米で今日の酒をということを合言葉に、府内の酒造メーカーと協力をして京都のオリジナルの酒米品種であります岩井を、まあ、今日の水で仕込んだ、まあ、今日の酒のブランド化にこれまで取り組んでまいりました。まあ、なかなか今日の米、それから今日の水ということで、柔らかい、ちょっと膨らみのあるようなきめ細かな味に仕上がっておりますし、まあ、ちょっとこれは今日のブランド力もあるんですけれども、今日の米と今日の水というだけで、まあ、ちょっと評価も高いということで、まあ、非常に人気があります。コロナ前、3年前の冬ですけれども、上海の、まあ、中国の大手の不動産デベロッパーであります風信グループの、まあ、フィナンシャルセンターの低層階に、まあ、京都ハウスというのを開催いたしました。基本は伝統工芸品の販売なんですけれども、まあ、日本酒を置いておりまして、私がオープニングに行った時ですね、実は事前に、販売を始めてたら、オープニングの時になったらですね、もう在庫がほとんどないと、ということは、まあ、中国はものすごい人口も多いんですけれども、日本酒に対する評価も非常に高いということでした。まあ、コロナでちょっとその辺の動きは止まっておりましたが、昨年は京都府の輸出も日本酒前年比で 40% 伸びてます。まあ、国の方でも日本酒だけじゃなくて焼酎と確か泡盛を足したような伝統的な酒造りをユネスコの無形文化遺産に提案するということもあります。まあ、いよいよ世界を舞台に日本酒の魅力が発揮される時が来たのかなというふうに思っております。最初に言いましたけれども、まあ、日本酒はもちろんお酒としての魅力もありますけれども、食事を含め今日の食、まあ、日本の食の中核に位置すると思いますし、しかも海外での評価が高いというのは、他のフランス料理やイタリア料理、中華料理とも相性がいいというふうに思っております。まあ、どうかこれを機会にですね、我々もさらに発信していきたい。特に京都は来年は文化庁が京都に参ります。そして2025年には大阪関西万博ということで、お酒の魅力を発信する絶好の機会が訪れます。私どもも頑張って発信していきますので、どうか皆様のご協力をお願いしたいと思います。久しぶりにこういう華やかな席に来ました。最初に言っておきますけど、もうちょっとしたら私次の公務のために帰らなきゃいけない、非常に後ろ髪を引かれる思いでございますが、この選考会正解理に終わることを心から記念いたしまして、私のご挨拶させていきます。どうも皆様、京都にようこそお越しいただきました。ありがとうございます。西脇知事、誠にありがとうございました。それではこれよりステージにおきまして、鏡開きを行わせていただきます。ステージ上準備をいたしますので、少々お待ちくださいませ。それではお待たせいたしました。これより鏡開きを行わせていただきます。ご参加をいただきます皆様をご紹介いたしますので、順にステージにお上がりください。農林水産省近畿農政局長、出倉浩一様。京都府知事、西脇隆俊様。日本貿易振興機構、ジェトロ京都情報センター所長、庄秀樹様。京都府議会議員、渡辺邦子様。京都市会議長、田中明秀様。日本酒造組合中央会副会長、佐浦光一様。そして酒マダムを代表しまして、キャリエールネイルカレッジ学院長、 NPO 法人日本ネイリスト協会副理事長、
公益財団法人日本ネイリスト検定試験センター副代表理事金子美幸様。続いて審査員を代表されまして、アパグループ専務、アパホテル株式会社代表取締役専務、元谷拓様。俳優日本のワインを愛する会会長、辰巳拓郎様。トレード&インベスティメントオフィサーアットザ・エンバシー・オブ・ガーナ、ミスター・マイケル・ AK ・セナヤ。続いてブランドパートナーを代表されまして、日本テクノロジーソリューション株式会社代表取締役社長岡田浩二様。三女会員を代表されまして、有限会社国貞農産代表取締役国貞武様。続いて顧問を代表しまして、株式会社増田徳兵衛商店代表取締役社長増田徳兵衛様。そして一般社団法人ミスサケ代表理事大西美香も参加をさせていただきます。それではどうぞ皆様、木槌を手に力強く鏡開きを行っていただきます。それでは、まずは皆様、木槌をですね、鏡の上に乗せていただきまして、記念撮影を行わせていただきますので、どうぞそのまま正面をご覧ください。ありがとうございます。まずは皆様のお写真を収めさせていただきます。どうぞ正面のカメラをご覧ください。ありがとうございます。さあ、鏡開きでございますので、会場の皆様も大きなご唱和を頂戴したいと存じます。私がせーのと申し上げます。その後によいしょよいしょよいしょ、3回の大きなご唱和をお願いしたいと存じます。皆様、盛大なお祝いの席でございます。どうぞ大きな掛け声お願いをいたします。それでは参ります。せーの、よいしょよいしょよいしょ。ご参加の皆様、誠にありがとうございました。それでは続きまして、乾杯へと進めてまいります。皆様のお手元には乾杯のお酒をお届けしてまいります。鏡開きにご参加をいただきました皆様、誠にありがとうございました。そして会場の皆様も誠に大きなご唱和を賜りましてありがとうございました。鏡が開かれます音は、吉を呼ぶ、吉報を呼ぶと言われております。この会場いっぱいに鏡を開きます、素敵な音色を響かせていただきました。鏡開きにご参加をいただきました皆様、誠にありがとうございました。これより皆様のお手元には乾杯のお飲み物をお届けしてまいります。グラスをご用意いただきまして、ご着席のままお待ちいただければ幸いでございます。今回乾杯に使われますお酒についてご紹介をさせていただきます。今皆様のグラスに注がれているお酒でございますが、一般社団法人泡酒協会認定の泡酒でございます。本日は17種類の泡酒の中から協会からご提供をいただいております。詳細はパンフレットの50ページをご覧ください。なお、後ほどご挨拶などご歓談のお時間を設けておりますので、恐れ入りますが、この後はお席にてお楽しみいただけると幸いでございます。それでは準備が整ったようですので、乾杯へと進めてまいります。乾杯のご発声は、日本酒造組合中央会副会長佐浦浩一様にお願いしたいと存じます。佐浦様、どうぞよろしくお願いいたします。皆様、大きな拍手でお迎えください。皆さん、こんばんは。
ただいまご紹介いただきました日本酒造組合中央会で副会長を務めております佐浦と申します。本日は2022ミス酒の最終選考会の開催、誠におめでとうございます。本日のプログラムにもお祝いの言葉を寄せさせていただいております日本酒造組合中央会の大倉会長につきましては、本日どうしても都合がつきませんということで、私が代理で甚だ恐縮でございますけれども、乾杯の発声をさせていただきます。コロナ禍が始まって2年以上が経っていて、その中で引き続きこのミス酒の選考を行われている、活動を行われているということは本当に素晴らしいことだと思います。まあ、本年も長期間にわたるなでしこプログラム、そしてまあ各地での審査等もあったわけですけれども、おそらく大きな困難もあったことかというふうに思っております。少しずつコロナも落ち着いてまいりまして、私ども日本酒の業界でもイベントを少しずつ開催してますが、やはりこういった大きな規模の事業を行うということがどれだけ大変なことであるかということを身にしみて理解しているつもりでございますので、一般社団法人ミス酒の皆様方には心から敬意と感謝を申し上げたいというふうに思います。本日これから新しいミス酒2022が誕生されるということで、引き続き日本酒、そして日本酒文化の心強い伝道者、応援団として活躍されますこと、そして一人選ばれるということは、選ばれない方々もいらっしゃるわけですけれども、ぜひその皆さん方それぞれが日本酒文化を支えていただければというふうに思っております。ぜひよろしくお願いいたします。それでは乾杯に行いたいと思います。それでは皆様、グラスを手にご起立をお願いいたします。2022ミス酒ジャパンの最終選考会の、大成功と、それから本日ご来場いただいております皆様方のご健勝記念いたしまして、心の中では大きな声で乾杯を皆さんと共に申し上げたいと思います。乾杯。どうもありがとうございました。本日おめでとうございます。佐浦様、誠にありがとうございました。皆様も大きなご賞を賜りまして、誠にありがとうございました。これより皆様のお手元にはお食事をお届けしてまいります。どうぞお食事は日本酒とともにお楽しみくださいませ。皆様にはお食事と合わせまして日本酒をお楽しみいただいております。それではここで皆様にはお食事をお勧めいただきながら活動報告をさせていただきます。活動報告は、一般社団法人ミス酒代表理事大西美香さん、そして2021ミス酒松崎美優さんです。それではお二方、どうぞよろしくお願いいたします。皆様、お食事そのままに少しだけお耳を拝借できればと思います。我々ミス酒がこの1年間活動してきた内容をスライドとともに少しお話しさせていただければと思います。スライドお願いいたします。こちらが昨年の選考会の様子でございます。この日のためにもう皆さんがなでしこプログラムを受けて、トレーニングをしてきたということです。はい、はい、次のスライドお願いいたします。これが去年のメンバーですね。はい、はい、いいですかね。次のスライドお願いします。はい、ミス酒の活動は国益にも関わる
多大なる授業だということを実感する機会がございました。それがこちらのお写真にございます。金子農林水産大臣、三党参議院議員、そして、文部科学省への表敬訪問でございます。で、金子農水大臣には日本酒を手渡して、はい、大変喜んでいただいたという、はい、素晴らしい経験をさせていただきましたね、はいはい、次のスライドお願いいたします。で、我々先ほども申し上げた通り、今まで、全世界17カ国地域31都市を回って世界中に日本酒の PR をということで活動してきたんですが、残念ながらこの 2,3 年はその海外活動というのが少し、できないような状況でして、ただ日本国内にある、まあ、国と国との結びつきをもっと強めようということで、各国大使館領事館への表敬訪問を集中して行わせていただきました、はい、特にペルー大使館にお伺いしたときには国酒の交換ということで、ペルーのピスコ国酒と、日本の日本酒ということでイベントにご招致いただきました、はい、次お願いいたします。また2つ特に印象的だった活動をご報告させていただきます。1つ目がジャパンソサエティオブノースカリフォルニアという団体に対する英語での日本酒講座です。こちらの団体の皆様は元安倍首相であったり iPS 細胞の山中教授等のお話もご承知されていたということで、大変格式高い団体なんですけれども、本当に時間が超過するほどのたくさんの質問をいただきまして、はいはい、外国人の方々の日本酒に対する強い関心に感激いたしました。そうですね、はい、で今まで歴代ミス酒は英語話者ですとか中国語の話者はいたんですけれども、松崎はポルトガル語を話せるということで、やはりブラジルですとか南米の大使館でも大変歓迎をされて、やはりその国の言葉を話せるということはこんなに人と人との心を近づけるものなんだなということを実感いたしました、はいはい、ブラジルの総領事館のイベントでは日本とブラジルの友好の象徴としてご紹介をいただいたことは忘れられない思い出でございますし、日本酒というものは人と人をつなぐだけではなく、もっと大きなスケールで国と国とをつなげ、平和にもこう象徴として、象徴となるということを体感いたしました。次お願いいたします。国内のイベントもね、さまざまなところに出ましたね。酒造組合中央会のバーチャルの日本酒の日のイベントですとか、はい、松崎以外の、去年のミス酒のファイナリスト、各都道府県の代表がさまざまな活動を行わせていただきました。ゴルフ場で、はい、日本酒を振る舞わせていただくということもさせていただきましたね、はい、次お願いいたします。はい、表彰式の、サポートもミス酒のお仕事としてさせていただいております。日本酒はもちろんなんですけど、お米ということで、はいはい、この時は木更津市でしたね、はい、木更津市の農家の方と触れ合い、松崎と私もいろいろな種類の、お米を食べさせていただいて、やはり種類が違うとこんなにも味わいもバラエティに富むのかと、うん、はい、経験いたしました、はい、そして水酒は講演活動等も活発に行わせていただいております。ロータリークラブ様や FDA 様の元旦初日の出フライトの時には、出発式にご挨拶をさせていただきました。次お願いいたします。そうですね、動画もたくさん出させていただいて、松崎の等身大のパネルも作っていただいたりこれはアルトークですね、はい、アルトークというバラエティ番組にも出演させていただきまして、はい、NHK の連ドラ朝ドラの主演もされたことのある女優の宮地真央様と一緒に、たくさん楽しいお話させていただきました、はい、日本酒造組合中央会の鍋&酒シリーズには歴代のミス酒が出演させていただいており、松崎さんも何本出ましたでしょうか。もう6本6本ほど、はいはい、次お願いいたします。はい、YouTube に関する写真を集めさせていただきました、はい、特に印象的だったのがブラジル、日系ブラジル人向けの YouTuber での、インタビューですね。こちら5本立てで、愛知県にございます関谷醸造様の、丸谷という、居酒屋
日本酒バーを使わせていただいたんですけれども、日本酒を飲みながら楽しくポルトガル語で話す様子を世界の裏側のブラジルの方々も見ていただけたということがもう嬉しく、面白い企画でした。反応も多かったです。はい、次お願いいたします。そして、はい、思い出に残っているのが、はい、田植えでございます。私の人生初の田植えは増田徳兵衛商店様、ミス酒の顧問も務めていただいております蔵元の、京都の京丹波の、田んぼにて行いました。はい、500万石でしたね、あの時には。はい、500万石ですね。はい、先ほどあの知事のお話にも出てましたけれども、ぜひ京都の祝い米の稲刈りに呼んでいただきたいです。徳兵衛社長、いかがでしょうか。よろしくお願いします。はい、岡山でも、田植えをさせていただいたんですけれども、国定農産様の、土地で、田植えをさせていただいて、ここですごく面白い発見がございました。京都では土がサラサラだったんですけれども、岡山の土はねっとり、こう粘り気のあるこう力強いこう感じを感じまして、やっぱり日本酒という地酒、各地の気候風土は土によってできているんだという一部を体感的に感じさせていただきました。はい、感動。次お願いいたします。そうですね、各メディアにもたくさん取り上げていただきまして、読売新聞では日本酒探求ということで半年にわたって、各ファイナリストやミスター酒のメンバーと一緒に、連載を行わせていただいておりました。次お願いいたします。はい、で我々ミス酒は、2016年からですね、海外にミス酒の仲間を増やしております。一番初めがミス酒 USA、 これはニューヨークで行いました。それからミス酒オーストラリア、ベトナム、香港、台湾、上海、多くの、ミス酒が例年誕生しております。3年前にはミス酒インディアも初めて開催させていただき、今そこを少しお休みをいただいているんですけれども、今後ミス酒の仲間を世界中に増やして、2025年の大阪万博では世界中のミス酒が大阪万博に集い、そこから平和、そういったものをあの一緒に呼びかけていければと考えております。次お願いいたします。でこのようなあの海外のミス酒とも連動しながら、我々活動を大きくしていきたいと思ってますので、今後とも引き続き皆様のご指導、ご鞭撻何ほどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。大西理事、そして松崎さんよりこれまでの活動報告を申し上げました。お二方誠にありがとうございました。さあ、それではここで皆様お食事をお勧めいただきながら、本日ご出席をいただいております酒侍の皆様をご紹介させていただきます。酒侍とは、日本文化と日本酒の素晴らしさを国内外に広めることを目的とし、そのために事業を行う皆様のことです。それではご紹介いたしましょう。第7回助任者、俳優、日本のワインを愛する会会長、辰巳拓郎様。第8回助任者、京都市長、門川大作様。門川市長はご公務のため後ほどご来場をいただきます。同じく第8回助任者、自由民主党京都市会議員団代表幹事、寺田和弘様。主催の一般社団法人ミス酒元代表理事、相葉信明も第12代酒侍として助任いただきました。そして第13回助任者、九谷焼釜元、鏑木商法8代目代表取締役、鏑木元義様。それでは続いて本日ご出席の酒マダムをご紹介させていただきます。酒マダムとは、ミス酒の活動に賛同し普及ご支援をいただいている
各業界を代表する皆様です。世界に誇る日本酒の文化を広く発信してまいります。酒マダムと代表して、キャリエールネイルカレッジ学院長、 NPO 法人日本ネイリスト協会副理事長、公益財団法人日本ネイリスト検定試験センター副代表理事金子美幸様、以上酒マダムをご紹介させていただきました。それではどうぞ会場の皆様、コンテストの再開までお食事に合わせまして、たくさんの日本酒をご堪能ください。それではここで皆様にはお食事をお勧めいただきながら、今大会を講演いただいております皆様をご紹介させていただきます。外務省、農林水産省、経済産業省、観光庁、知的財産戦略本部、日本貿易振興機構ジェトロ、日本政府観光局ジェント、日本酒造組合中央会、日本酒造青年協議会、京都府、京都市。続きまして、今大会へご協力いただいております皆様をご紹介申し上げます。特別協力ヘッケル、協力アドネス株式会社、一般社団法人阿波酒協会、ウェスティン都ホテル京都、株式会社ウテナ、株式会社ガバ、キャプラン株式会社、株式会社教育測定研究所、グローバルエデュケーション&トレーニングコンサルタンツ株式会社、華道二松流笹岡家元笹岡流穂、ザ・ジョイ・オブ・酒、酒坊玉自慢、大道ドリンコ株式会社、 NPO 日本の祭りネットワーク、一般社団法人日本モデルエージェンシー協会、江戸切子の店花商、株式会社フォト&スタイル、株式会社富士ドリームエアラインズ、ブッダクラブ、平安東海園、有限会社マスメディア、マニモードネイルカレッジ、株式会社ミマツ、株式会社ラッシュドールジャパン。それでは続きまして、年間を通じて社団の活動を応援いただいている三女会員、蔵元特別三女会員の皆様をご紹介申し上げます。株式会社 JTB、 有限会社国定農産、株式会社岡インターナショナル、金子新聞販売株式会社、株式会社ラッシュドールジャパン、岐阜稲口ゴルフクラブ、株式会社玉越、株式会社105総合研究所、信用技研工業株式会社、蔵元特別三女会員、帽子会社加藤吉兵衛商店。以上の皆様でございました。なおステージ右手には華道二松流笹岡お家元笹岡流穂様に生けていただきましたお花がございます。どうぞお近くにてご覧いただきたいと存じます。それではどうぞこの後もたくさんの日本酒をお楽しみいただきながらお過ごしください。それでは皆様、お待たせをいたしました。これより2022ミス酒ファイナリストが登場してまいります。
それではどうぞ会場正面のスクリーンをご覧ください。
ージに並んでおります20名が各地方大会で選ばれました2022ミス酒ファイナリストの皆様です。どうぞ大きな拍手をお送りください。さあこの20名の中から2022ミス酒が選ばれます。さあそれでは早速ではございますが審査を始めさせていただきます。最初の審査は自己 PR 審査です。出場者それぞれの個性ある PR となりますのでどうぞ皆様もお楽しみください。それでは審査員の皆様はお席にてご自身のお席にて審査のほどをよろしくお願いいたします。それでは自己 PR 審査を始めてまいります。まずは北海道代表今原ゆきの、2022ミス酒北海道今原由紀乃です。私はフランスでシャンソンのコンサートをする予定です。愛の喜び胸にあふれ代表長澤香菜。私は伝えたい大好きな日本酒でその土地の文化を。土地の水や気候風土に影響を受ける日本酒は味や香りの違いからその日本酒が作られた土地や文化にも巡り合えます。私は日本酒を日本のお酒としてだけではなくその土地土地のお酒として知ってほしい。私が伝える日本酒を通して土地や文化に巡り合ってほしい。そう考えるのです。学生時代そして現在の仕事で培った伝える力、これは伝えたいことそして伝える相手、その両方を深く知りつなげるために役立ちます。また弓道を通して身につけた日々誠実に着実に前に進んでいく忍耐力、この力は私の思い描く未来へ確実に近づいていけるのです。私は日本酒の可能性を信じ新たなアプローチを模索し続けます。そして人と土地をつなぐミス酒に私はなります。福島代表鶴巻かれん。
茨城代表渡辺瑠奈。農家の家庭に生まれ、農家の家庭に育ちました。食や農業を愛する気持ちから、地域の食や農業の魅力発信、栄養士免許の取得、大学への編入学、さまざまな経験をしてまいりました。そんな私が日酒への挑戦を決意したのも、食を通じて社会へ貢献がしたい、そんな思いからでした。ミス酒ファイナリストとして迎えた3ヶ月間のなでしこプログラム、不安や悩みを抱え、たくさん挫折を経験しました。しかし、たくさんの方々の支えがあって、私は今このステージに立つことができております。私は現在筑波大学で茨城県の日本酒の流通について卒業研究を行っております。このような貴重な機会ができたのも、2022ミス酒茨城代表として選出させていただいたご縁があるからです。ご縁や感謝の思いを大切に、茨城県から日本、そして世界へ日本酒の魅力を発信してまいります。埼玉代表村田真由。皆様、日本酒はお好きですか？私は日本酒が大好きです。日本酒にはたくさんの愛が詰まっています。そしてその土地の物語を運び、思い出に残る、そんな不思議な力があると私は思っています。茶道や華道から学んだ思いやりの心と、クラシックバレエで培った素直に感じ表現する力を武器に、日本酒、そして日本文化を埼玉から日本、そして世界へと発信してまいります。ありがとうございました。東京代表川上千秋。東京の川上千秋と申します。私が今お見せいたしましたのは、9年間続けた新体操で使われるリボンです。こちらのリボンはこのように使い方によって、その姿をいかようにも変えることができます。私はこのミス酒への挑戦を通して、人もまた何歳になっても成長し変わり続けることができるということを学びました。日本酒の歴史は挑戦の歴史です。伝統や文化、歴史、そしてよりよくしたいという人々の挑戦が、その一滴に溶け込んでいます。伝統を軸に常に変わり続ける日本酒、そして東京という街をつなぎ発信するアンバサダーとして、誰よりも挑戦し、誰よりも学び、丁寧に向き合う自分らしさを生かして、出会った方を笑顔にできる、そんなミス酒となります。ありがとうございました。
神奈川代表横田咲希。Follow me and I'll take you to the world full of wonderful treasures.ミスサケ神奈川横田咲希と申します。平日は外資系金融社員、そして趣味はダンス、ボーギング。そんな私が日本酒の世界を開いたのは神奈川県酒造組合様への訪問がきっかけでした。神奈川県の全13蔵の酒蔵の皆様とご挨拶をして私が感じたこと、それは日本酒に関わる多くの方の思いと、そこに根ざした伝統、文化という宝物でした。私というミスサケと出会い、そんな宝探しの旅に一緒に出たいと思ってくださる仲間を増やすことが私の目標です。この世界を教えてくださった大好きな神奈川県から世界へ、その先の未来を一緒に見てみませんか？長野代表高木智葉。2022ミスサケ長野高木智葉と申します。全国2位の酒蔵を数を持つ長野、アルプスの山々に囲まれ日本酒の命ともいえる仕込み水に恵まれた長野、私が日本酒を好きになったこの豊かな長野県の地酒を日本へ、そして世界へ発信してまいります。私の特技であるテナーサックスで酒とバラの日々、ありがとうございました。静岡代表鴨志織。やって後悔をモットーに、今まで興味を持ったことには貪欲にチャレンジしてまいりました。挑戦すること、それはとても勇気がいります。ですが挑戦してみなければ見えない景色や学びが多くあることを挑戦することで知ることができました。日本酒は私にとって私の成長と共に歩んでくれるもの。二十歳になって初めて日本酒を飲んだとき、就職祝いで飲んだとき、ミスサケに挑戦するきっかけを与えてくれたのも日本酒でした。人と人をつなぎ、たくさんの素敵なご縁をもたらせてくれる日本酒はそんな存在でもあります。たくさんの思いが込められた日本酒、その思いを胸にこれからも多くの人に日本酒を伝えるアンバサダーとなるとともに、私はこれからも日本酒とともに歩んでまいります。ありがとうございます。
岐阜代表岡崎陽子。岐阜岡崎陽子と申します。今ご覧いただいている通り、忍者というと常に戦っているようなそんなイメージがございませんか？でも実際の忍者というのは大切なものを守るときにのみ戦います。私は忍びとして影の部分で日本酒そして日本文化のことを守り、そしてミスサケの光の部分でその魅力を世界中に広めてまいりたいと思っております。光と影、陰と陽でございます。くせ者そこだ。ありがとうございます。愛知代表杉田彩乃。創業140年を超える酒屋の娘として生まれ、お酒が大好きに育ちました。前職を辞め家業に入り、これまで以上に日本酒と向き合う日々。種類市場が目まぐるしく変わりゆく中、生涯お酒と共に生きるものとして見なくてはいけないことがございます。自らが発信者となり、地域そして日本酒業界に貢献したい。日本が誇る国酒を世界へお届けしたい。日本酒には人々の心を豊かにする魂が宿っています。愛知県はじめ日本中には本当においしい日本酒がたくさんございます。笑顔でお店に買いに来てくださるお客様へ、酒蔵様の思いと魂をお届けするアンカーを日々務めている私だからこそ、ミス酒となり日本酒の豊かさと相手を思う気持ち、そして笑顔を世界中へお届けいたします。三重代表太田ひまり。私はこの3ヶ月間のナルシコプログラムで日本酒や日本文化が結ぶ人のつながりを実感いたしました。今回はこの場の出会いを感謝し、結びの一番という曲を使用してよさこいを演舞させていただきました。これからも日本酒や日本文化を通して人との結びのきっかけとなるアンバサダーを目指し精進いたします。
滋賀代表磯部理沙。Bonjour, le sake japonais, c'est une culture merveilleuse que le Japon est fier d'offrir au monde et que j'aimerais présenter à tous et à toutes. 私は高校と大学でフランスへ留学をしたことをきっかけに、日本の持つ素晴らしい食文化が世界中で高い評価を受けていることに大変大きな可能性を感じました。そこで日本酒や日本食の海外展開をビジネス面で支援したいという夢を持つようになり、現在はフランスのコンサルティング企業にて日本企業のヨーロッパ展開支援のに携わっております。ミッサケとしての今後の抱負としましては、フランスでの経験やネットワークといった自分の持つ強みを最大限に生かして、ヨーロッパでのミッサケの活動拡大やパートナー改革、そして日本酒のより一層の現地プロモーションに努めてまいります。世界中で日本酒が、そして日本が愛されるように、ミッサケのとしての私の今後の活躍にぜひご期待いただけますと幸いです。京都代表大國さくら。2022ミス酒京都大國さくらでございます。私たちは3ヶ月日本酒、日本文化について学んでまいりました。日本の素晴らしい心に触れ、この文化を次の世代へ、世界へ届けてまいりたいと強く感じました。そこで本日はさくらという名前にちなんで、日本舞踊のさくら、さくらを披露させていただきます。こと心より嬉しく思います。本日はありがとうございました。大阪代表田沢もな。エスメマンモナハスタン、ディダネショマーホシュパフタン。父がイラン人、母が日本人のダブルに生まれた私は、幼い頃から2つの文化の中で育ちました。人の心と心をつなぐ日本酒にはそんな力があります。杯を酌み交わせばその土地の風景を思い描け、口に含めばその酒造りに関わった人々を思い描けます。初めて出会う方々の心と心をつなぐ日本酒、そんな存在の素晴らしさを知りました。社会人になってからも東海恵比寿の福娘をはじめとした日本文化を通じた交流をしてきました。多様性あふれるバリアフリーな大阪には自然豊かな人や街がたくさんです。私はミス酒を通して
日本を越えて世界へ、日本が誇る酒、日本文化を PR してまいります。 The sake culture connects people worldwide. Thank you very much.兵庫代表清須理子。A huge cloud covers us with tension. The time comes when it starts raining. Busy footsteps, growing of wagama sounds enter that space. The atmosphere is sacred, as like Mother Nature creates a new destiny. 海外生活を経て飛び込んだ日本酒の世界。郷にいれば郷に従う。文化に染まることの豊かさを知り、日本文化を真に理解するべく携わった日本酒作り。そこから学んだのは、他でもない日本人の心の在り方でした。四季に寄り添い、金が織りなす世界を支え、自然の一部となって醸す日本酒はまさに日本人の心の結晶です。酒瓶の奥にいる人々の思いを胸に、世界を駆け巡るミス酒となります。岡山代表安藤めぐみ。私が手にしているのは、岡山県が世界に誇る幻の酒米、おまちです。おまちは酒米の中でもとても背が高く、ほだれが深い。実りの季節、深くお辞儀をして感謝を伝えているようなその姿は、目を見張るほど美しいです。私は2022ミス酒岡山に選んでいただいてから約3ヶ月間、3つの顔を持ち駆け抜けてまいりました。保育園園長として、テイスティングの専門家酒匠として、初代ミス酒岡山として、目まぐるしい日々の中、想像を超えるたくさんの出会いに支えていただき、今ここに立っています。私は日本酒が大好きです。これからもこのおまちのように、実れば実るほど周りの皆様に深く感謝をしながら、大好きな日本酒の魅力を世界中に届けてまいります。ありがとうございました。山口代表鈴木夢。夢に見ていた助産師として働き始め1年、自分が
どこに向かっているか模索していました。そんな時に出会ったミスサケ。日本の素晴らしさを学ぶなでしこプログラムは私にとって自分と向き合う時間でもありました。そこで気づいた私の使命はつなぐということです。混沌とした世界情勢で胸が痛くなる日々ですが、日本酒はいつの時代も人と人をつなぎ、今こうして私たちに時代をつないでくれています。きっとこの先も世界中のどこに生まれたって、いつの時代に生まれたって、日本酒は私たち人類に乗り越える力を与えてくれるに違いありません。日本酒、日本文化を通してより良い未来へ命をつなぐ、そんな道先に私はなります。ありがとうございます。愛媛代表、今井あゆみ。皆様、最近お疲れではないでしょうか。疲れを癒す愛媛代表、今井あゆみと申します。マーケターの私から愛媛のご紹介をさせていただきます。愛媛といえばみかん。みかんの生産量ランキング、愛媛は第3位でございます。落ちてしまいました。こちらは忘れてください。お城ファンから天空の城と呼ばれる松山城、こちらは日本の城ランキング、こちらも3位でございます。思ったより高いという方もいらっしゃるのではないでしょうか。プリプリのお刺身が乗った南予風鯛めし、美味しいんですよ。愛媛はなんとマダイの養殖生産量が日本一位です。こちら覚えて帰ってください。最後に、愛媛の酒蔵は全国21位です。ただ優しい味わいランキングは私今井調べで堂々の第1位でございます。皆様、お疲れの際はぜひ愛媛お越しくださいませ。疲れたら愛媛、疲れたら続いては福岡代表、白石萌衣。日本酒、それは私の世界を広げてくれる存在です。弓道や剣道を通し和の心を、そしてインドやスーダン、ネパールでの活動を経験し、異なる文化を学んできた私は、ある酒販店の方々との出会いにより日本酒の魅力に惚れ込みました。味わいの幅広さ、食との調和、移りゆく四季、そして蔵元様や携わる方々の強い思い、豊かな物語あふれる日本酒の魅力はきっと皆様の世界を広げてくれるものだと信じております。酒 will open the door to a new world。 博多っ子らしい愛嬌と度胸を武器に、日本酒の魅力を国内外に伝えるミス酒となります。ありがとうございました。以上、ファイナリストの皆様の自己 PR 審査をご覧いただきました。どうぞファイナリストの皆様に大きな拍手をお送りください。
ファイナリストの皆様ありがとうございました。個性あふれるファイナリストの皆様の自己 PR をご覧いただきました。各県代表の皆様、大変個性豊かな、そしてご自身の特技を生かした自己 PR 審査をご披露いただきました。皆様もご覧をいただきまして誠にありがとうございました。それでは皆様、ここで角川大作市長が先ほどご到着になられましたので、一言ご挨拶を頂戴したいと存じます。市長、どうぞよろしくお願いいたします。皆様、大きな拍手でお迎えください。こんばんは。大切な会、地産いたしまして申し訳ありません。ファイナリストの皆さんの素晴らしい魅力あふれるパフォーマンスを感激しております。薄いな男が出てきてごめんなさい。乾杯は日本酒でという条例を京都市会、今日、田中議長で議会でこれ議員提案なんですね、提案されました。あまりお酒を飲まれない寺田議員はじめ皆さんご出席ですけども、もし酒飲みの私が提案したら成立してなかったかなと思うんですけども、来年1月で10年になります。その当時です。10年間で日本酒の消費量が 40% 落ちた。本当に伝統に輝く素晴らしい酒蔵が次々と潰れていく、こういう状況でありました。こんな話も聞きました。若い人が日本酒で乾杯しはる、おいしいと言わはる、その次何を言わはるか、ワインみたい、これを外国人が笑う。日本人は世界で評価されている日本酒、いや日本酒だけでない、あらゆる日本のものづくり、その背景にある素晴らしい文化、これに気づいていない、これが外国人の話であります。何とかしたいな、しかしこういうことを言うとおっさんがって嫌がられるって、それでとりあえずビールじゃなしに日本酒で乾杯、こういう条例を制定し、これをどんどんと国内外に発信する、ここで生まれたのがミス酒であります。皆さんありがとうございます。そしてこんなことがありました。バレンタインデーでに何を贈るか、チョコを贈ろうって、おチョコです、マイチョコ、京都の京焼、清水焼、漆、さまざまなおチョコを贈る、これをチョコ袋、西陣織、京友禅、さまざまな袋に入れて送る、そんな取り組みも始まりました。1年目、ちょっと待ってよ、敬老会に送るんやないよって、こういう作品もありました。しかしどん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 進化してきました。日本酒で乾杯、そしてバレンタインデーにはチョコを送る。そうするとホワイトデーどうするんだ、二人で乾杯、これをほろ酔い婚活につながる、人口減少社会、この中でなかなか厳しいですけど、二人で日本酒で乾杯する、こういう取り組みであります。なかなか奥の深い取り組みですので、どうぞよろしくお願いします。そして文化庁が全面的に京都に移転しています。
来年3月27日、岸田総理が京都に来て宣言されました。食文化を大事にする、生活文化を大事にする、私はそれを日本酒を大事にするというように聞きました。皆さん、ともどもにこの日本の素晴らしい自然、先人のあらゆる知恵、これが生かされた日本酒、ともどもに大事にしてほしいと思います。同時に水酒の皆さんが本当に世界で活躍していただけることを記念し、お祭りお勤めの皆さんの八坂を記念してご挨拶とさせていただきます。ありがとうございます。門川賞よりご挨拶を頂戴いたしました。市長誠にありがとうございました。それではどうぞ皆様、この後お食事また日本酒をお勧めいただきながら会場内にて少々お待ちくださいませ。さて、それではここで本日審査をお願いしております審査員の皆様をご紹介させていただきます。お名前をご紹介させていただきますので、どうぞ審査員席へとお進みいただきたいと存じます。まずは株式会社 JTB 執行役員中部エリア広域代表宇都宮勝人様。全国酒造機器工業組合理事長信用技研工業株式会社代表取締役社長大辻節子様。キャリエールネイルカレッジ学院長 NPO 法人日本ネイリスト協会副理事長公益財団法人日本ネイリスト検定試験センター副代表理事金子美幸様。ジャーナリスト元株式会社ジャパンタイムズ執行役員大門さゆり様。初夏中塚水藤様。アパグループ専務アパホテル株式会社代表取締役専務元谷拓様。そしてゲスト審査員として俳優酒侍第7回叙任者日本のワインを愛する会会長辰巳拓郎様。そして京都市長門川大作様。以上ご紹介の皆様に本日審査をお願いしております。どうぞ引き続き厳正なる審査お願いをいたします。それではこれより審査を再開いたします。ファイナリストの皆様に今一度ご登場いただきましょう。10名のファイナリストがステージに並んでおりますが、全員がこの後の審査に進めるわけではございません。本日までおよそ3ヶ月間行われてまいりましたなでしこプログラムなど数多くの事前審査、そして先ほどの自己 PR 審査を踏まえまして、この後の審査に進めるファイナリストをこれより発表させていただきます。
それでは手元に資料が届きましたので、私より発表をさせていただきます。それではファイナリスト8名を発表いたします。北海道代表、今原ゆきの。秋田代表、中澤香菜。東京代表、川上千秋。神奈川代表、横田咲希。滋賀代表、磯部梨沙。兵庫代表、清須梨子。岡山代表、安藤めぐみ。そして福岡代表、白石萌里。以上、ご紹介をいたしました8名のファイナリストに大きな拍手をお願いいたします。以上の皆様がこの後の審査に進んでいただけます。またその他のファイナリストの皆様にもどうぞ大きな拍手をお送りください。それでは最終審査は審査員の皆様から質問に答えていただきます。それでは北海道代表、今原ゆきのさんへ質問を、株式会社 JTB 執行役員、中部エリア広域代表、宇都宮勝人様、お願いをいたします。はい、JTB の宇都宮です。よろしくお願いいたします。それじゃあちょっと私の方からの質問ですけども、このコロナ禍でですね、ちょっとインバウンドが止まっておりましたが、やっと動き出しました。そしてですね、世界の中で日本が観光魅力度第1位ということですね、選ばれました。で、北海道ということでですね、大変いろんな魅力があるかと思いますけれども、そんな中でですね、海外の人に、北海道の魅力をアピールするとしたらですね、どんな魅力をアピールしたいですかと。もちろん自然、文化、食、人、どんな観点でも結構ですので、もう主観で結構です。自分の思いをですね、ちょっと伝えていただけたらと思います。よろしくお願いします。ご質問どうもありがとうございます。大変恐縮なんですけれども、私実は東京生まれ東京育ちでして、北海道には実は数回しか行ったことがございません。ただどうして北海道代表に選んでいただいたかと申しますと、私の両親が北海道出身で、それで雪乃という名前をつけてくれました。ちょっとあれですね、兄が2人おりまして、兄は北斗と日高と申します。北斗七星と列車が走っていること、それから日高山脈から取りまして、飛ぶに高いと書いて日高、北斗日高雪乃という名前なんですが、両親がこの名前をつけてくれたのは、やはり北海道の自然、大きな魅力があるから、それを私たち子供につけてくれたのだと思います。私は日本酒も含め北海道初心者といいますか、勉強中ですけれども、勉強しつつ北海道の魅力、日本酒の魅力、発展途上の北海道の日本酒を PR してまいりたいなと思います。恐れ入ります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。非常にね、話の切り替えもうまいなと。それからいい名前ですよね。魅力はですね、その土地に住んでなくても違うところから見た観点というのも非常に大事ですので、非常に参考とさせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。
宇都宮様、誠にありがとうございました。それでは続きまして、秋田代表中澤香奈さん、質問をいただきますのは全国酒造機器工業組合理事長大辻節子様でございます。大辻様、どうぞよろしくお願いいたします。大辻でございます。とっても素敵な笑顔ですね。ありがとうございます。本当に、まあ、皆さんプログラムを一生懸命こなされて代表に選ばれて、本当に今日がヒノキ舞台ですね。はい、では質問させていただきます。長澤さん、日本酒大好きですよね。はい、とっても大好きなお酒が目の前にあったらどんな風に表現しておすすめされますか？はい、素敵なご質問ありがとうございます。そうですね、私がとっても好きなお酒は私の地元である秋田県のお酒です。秋田県のお酒が目の前にあった時、そうですね、秋田県のお酒というのはきめ細やかでまろやかな味わいが特徴のお酒が多くございます。この夏にはそんなさらっとした飲み口のお酒をスッと飲んでいただくのがとてもいいかなと思っております。その喉越しと一緒に合わせる地酒、一緒に合わせる郷土料理とそのペアリングをぜひ楽しみながら美味しい秋田のお酒を飲んでいただければと思っております。はい、ありがとうございます。大変地元愛あふれるスピーチでございました。これからもしっかりと日本酒を、そして日本文化を PR していっていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。大辻様、誠にありがとうございました。それでは続きまして、東京代表川上千秋さん、ご質問は金子美雪様にお願いしたいと存じます。ドキドキしてます私もドキドキしております。川上千秋様、はい、本当にファイナリストの、またファイナリストに選ばれておめでとうございます。ありがとうございます。私も本日東京から参りました。はい、先ほどのスピーチもすごく感激したんですけれども、私からの質問はですね、はい、私も最近よくお酒をいただくんですが、はい、ペアリングね、最近ワインのようにペアリングをしてくださるところが多いんですけれども、はい、私は割とさらっとキリッとしていて、はい、でちょっと華やかな感じが好きなんですけれども、はい、そんな時に川上さんでしたらどんなお料理出しますか？はい、はい、金子様、素晴らしいご質問をどうもありがとうございます。私はやはり東京代表ということでして、お酒に合う東京の代表的なお料理を一緒にご提案をさせていただきたいと思います。例えば江戸前寿司ですね。当時の江戸湾で獲れたお魚を使ったお寿司ということで江戸前寿司と呼ばれておりますけれども、こちら私の特におすすめがアナゴでございます。東京湾で水揚げされるアナゴは全国的にも非常に評価が高いネタの一つとなっております。こちらはですね、これから7月8月旬を迎えますので、一緒に東京の夏酒を冷やしていただいてキュッと召し上がっていただければ、このうだるような夏の暑さも少しは和らぐのではないかなというふうに存じます。はい、ありがとうございます。完璧なお答えで嬉しく思います。アナゴ大好きです。ありがとうございます。ぜひペアリングしたいと思います。はい、今日はありがとうございました。本当にありがとうございました。金子様、誠にありがとうございました。それでは続きまして、神奈川代表横田早紀さん、質問は大門さゆり様にお願いしたいと存じます。あ、大門です。よろしくお願いします。ですね、私はですね、英語で質問させていただこうと思います。よろしいですか？はい、お願いいたします。ですね、 Well,
Okay, suppose that I'm a foreign person who doesn't know much about sake, but I'm very much interested in sake. I'd love to have good sake. What would you suggest? Because I have a problem. I don't know how to select good sake. If you give me good tips, that would be great. Thank you for your question. I'll suggest you to try with just a small amount. Because recently, many of my friends living abroad asked me for small batch sake. I think this is new trend of sake. So if you don't know about sake, I recommend you to try many kinds of sake with just a small amount, and I think you'll find your own special sake. Thank you so much. どんなあの答えが返ってくるかと思いましたけれども、私の質問はね、あのどんなふうに良いお酒を選べば良いかということに対して、すごくあのいいお答えで、ちょっとずついろんなお酒を飲めばいいという話でしたね。Thank you. I'll take your suggestion. Thank you. 頑張ってください。すごくあのいいあのお答えだったので、そうやってね、たくさんの外国の方にも飲んでいただけるといいなというふうに思っています。ありがとうございました。大門様、誠にありがとうございました。それでは続きまして、滋賀代表、磯部理沙さん、ご質問は中塚様にお願いいたします。こんばんは。こんばんは。もう素敵なパフォーマンスを見て、もう心躍る時間を過ごさせていただいております。ありがとうございます。私はお酒を飲むのがとても大好きなんですけれども、あのお酒をいただくときに大事にしていることが、あのどなたといただくかとか、なんかどんなシーンでいただくかっていうことをとても大切にしているんですけれども、磯部と申します。すいません、ありがとうございます。失礼しました。磯部さんにとってあの思い出に残るシーンっていうのはありますか？素敵なご質問ありがとうございます。私が思い出に残っているあのお酒をいただいたその瞬間は、あのまだお酒を飲みたての頃、美味しいお食事とお酒を合わせていただいた時に、そのマリアージュにとても感動したというところが一番印象に残っている、心に残っている瞬間でございます。あのなでしこプログラムの中でも、あのワインと日本酒とそれぞれの、教養を深める学びの一つとして、ワインと日本酒についてあの学ばせていただいたんですけれども、ワインは食材や料理によって合う合わない、がはっきりしている一方で、日本酒はとても幅広いお料理にあの合うというところが、魅力の一つだというふうに教えていただきました。実際にあのフランス人のインポーターの方にお話を聞いたときに、日本酒っていうのはあのワインには合わない、料理にも素晴らしくこうマリアージュをしてくれる、そんな素晴らしいお酒なんだよということを教えていただいたときに、あ、私があの時感じたその日本酒とお食事とのマリアージュの素晴らしさっていうのはそこから来ているんだというふうにすごく思いました。やはり日本酒っていうのはお米が原料で作られていますので、そのお米の旨み甘みのその味わいっていうのはどんなお料理にも合わせられる素晴らしいお酒だと思っております。はい、ご質問ありがとうございました。私たち日本人のようですね。どなたとでも相性が合うという、はい、合わせられる、はい、そうですね、ありがとうございます。中塚様、ありがとうございました。それでは続きまして、兵庫代表、清須理子さん、ご質問は元矢様にお願いしたいと存じます。はい、なでしこプログラムであの兵庫県でもあの淡路島とかこう海がきれいな町だと思うんですけど、多分なでしこプログラムの皆様はアパホテル&リゾート東京ベイ幕張、あの千葉県にあります日本最高層ホテルで50階建てで海しか見えないのオーシャンビューを、そこで研修をされたと思うんですけど、その、まあ、合宿というか研修で何か思い出に残っていることとか、兵庫県の神戸三宮にもアパホテルありますし、
この前の東京ベイ幕張のなでしこプログラムでなんか見た景色とか、お料理とかあとテーブルマナーとかでも、ね、習ったと思うんですけどちょっと振り返っていただいてどういうことがこう学んだことがありますでしょうか。ご質問ありがとうございます。私がそのなでしこプログラムで学ばせていただいたことは本当にたくさんございます。まずですね、兵庫県は兵庫五国と呼ばれるほどその地域の特性がすごく国と表現されるほど豊かで多様な県でございます。私としてはまさか東京にこんな景色があるのか、そしてその東京ベイ幕張様の景色を拝見させていただいて兵庫県と比べてこんなにも違うんや、こんなにも兵庫県は山にも囲まれてたりとか田んぼにも囲まれてるけど東京にもこういうところがあるんや、そういうふうなことも学ばせていただきました。そしてですね、テーブルマナーでは本当にこれまで私はなかなか、そういったチャンスをいただくことはできなかったんですけれども大変素敵なチャンスをいただきまして、そのなでしこプログラムを通してそして他のなでしこプログラムも通してたくさんのことを学ばせていただきました。ありがとうございました。元谷様ご質問ありがとうございました。それでは続きまして岡山代表安藤めぐみさん、ご質問は辰巳様にお願いしたいと存じます。はい、なんかすごい経歴といいますか、ね、10年ほど日本史に関わる仕事をしながら、保育園の園長さんで、はい、女優さんで、はい、子供さんいるんですか。あ、子供はこれ違うんですか。あ、これ何、はい、この経歴でね、5人の子供の子育てって、これはあれですか、お父さんの話ね。はい、私の父の話で、私が5人兄弟の5番目でございます。ちょっとそれにびっくりしたんですけども、はい、ありがとうございます。ですね、ウクライナ問題に対してどうという質問をしようかなと思ったんですけども、ちょっとそれはやめときまして、はい、日本酒に関わるということで、僕ね、どなただったかな、国酒っていう話をね、はい、された方いらっしゃいました。ちょっと食事中でちょっとメモするのは忘れてましたけども、国酒って言葉僕も好きなんですね、はい、で僕は一応日本のワインの応援団長もずっとやってまして、はい、でも日本酒はもっと前からずっと飲んでましてですね、なんかこの言葉ってもっとね、広がらないかなと思ってるんですけども、安藤さんの考えてる国酒とは何か、あるいは国酒とはどこまでの範囲を国酒と、言ってもいいかなと、個人的な本当にちょっとその辺の見解を、伺いたいと思います。はい、よろしく。素敵なご質問どうもありがとうございました。私が思う国酒の範囲ですね、まずは日本の国がとても美しく豊かな環境だということで、日本酒ですと日本の水、風土、あとはお米ですね、そういうものから出来上がっています。ただ他のお酒ですと例えば海外から持ってきて、ビールでもホップを持ってきて醸造したりとか、ワインでもブドウを持ってきてからこちらで醸造したりとか、いろんな形があると思います。私にとっての国酒は日本の風土をしっかり生かして日本のものでできたお酒のことを言いたいなと思っております。あ、そうですか。はい、日本ワインはどうですか。実は辰巳様に先日なでしこプログラムを受けさせていただきまして日本の美味しいワインをいただきました。今日本のワインはどん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 広がって価値のあるものになっています。私は日本のワインも国酒と言っていいと思っております。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。辰巳様誠にありがとうございました。それでは続きまして福岡代表白石萌里さん、
ご質問は角川京都市長にお願いしたいと存じます。市長、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。プレゼンも素敵でしたね。ありがとうございます。はい、私も本当に京都市はウクライナのキーウ市と姉妹都市50周年ですので、ウクライナ問題が聞きたいんですけど、ちょっと置いといて、はい、日本酒の魅力はね、対話、差しつ差されつ、ビールでもワインでもブランデーでも自分で飲むという酒として、これをその人に継いでるというのは日本人ぐらいだと言われるわけですけどね、その素晴らしい差しつ差されつ、これ大好きなんですけど、ただやっぱりアルハラみたいなのがあるんですね。はい、はい、そこで、いささか酔っ払いが、絡んでくるということもあるんですね。はい、そういうことについてどう思われますか。貴重なご質問ありがとうございます。そうですね、やはりお酒は人と人をつないでくれる存在だと私は思っておりまして、お酒の席の場で普段できないような話をしながらコミュニケーションを取っていくというところが日本酒のとても良い側面だと思っております。一方でアルコールが回ってくると少し例えば我を忘れてしまったりだとかいうこともございますので、そういった時はそうですね、まあ、ちょっとこうお上品に話を交わさせていただいたりだとか、そうですね、逆にこちらからお水を勧めたり、そういったような形で、場を、素敵な場で終わらせたいなと思っております。ありがとうございます。素晴らしいですね。よろしくお願いします。ありがとうございました。片川市長ありがとうございました。以上、最終審査をご覧いただきました。ファイナリストの皆様、そして審査員の皆様にもどうぞ大きな拍手をお送りください。皆様ありがとうございました。ファイナリストの皆様、お疲れ様でございました。ありがとうございました。それではここで審査員の皆様にお願い申し上げます。お手元の資料をお持ちになり、審査員室に別室にて審査をお願いいたします。そして最終審査の後、角川市長におかれましてはこの後ご公務のためにご退席になります。角川市長、誠にありがとうございました。それでは続きましてはミスター酒について紹介をさせていただきます。ここからは初代ミス酒森田舞さん、2017ミス酒田中有乃さん、2021ミス酒松崎美優さん、そして2021ミスター酒富澤武さんに進行をお願いしたいと思います。それではどうぞ大きな拍手でお迎えください。皆さんこんばんは、初代ミス酒の森田舞と申します。皆様こんばんは、2017ミス日本酒の田中里乃と申します。2021ミス酒の松崎美優と申します。こんばんは、2021ミスター酒の富澤武史と申します。ミスター酒とは伝統ある日本酒と日本文化を国内外に発信するアンバサダーとして、誰よりもこよなく日本酒を愛する男子を決めるコンテストでございます。本日は2022年3月に発表されましたファイナリスト5名から1人のグランプリが決定いたします。まずは2021ミスター酒を務めた、富澤さんに一言いただきます。お願いいたします。こんばんは、今紹介に賜りました富澤武史と申します。2017年に始まりましたミスター酒もですね、今
今年で6代目のミスター酒、2022ミスター酒がこれから誕生します。私昨年活動した中でコロナ禍でさまざまな条件があった中ではあったんですけれども、ミス酒の松崎さんと一緒にですね、少しでも、日本酒の情報を発信していくべきですね、活動してまいりました。あとはバトンタッチという形で、2022ミスター酒のファイナリストの方に、バトンタッチをする形で日本酒の発信を任せていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。それでは早速ファイナリストの皆様に登場いただきましょう。斉藤太一さん、柱力さん、新大二郎さん、山崎雄介さん、永井裕太さんです。それでは一言ずつお願いいたします。まずは斉藤太一さん、お願いいたします。2022ミスター酒ファイナリスト斉藤太一と申します。私は東京三軒茶屋で山形の郷土料理と日本酒のお店を7店舗運営しております。外食産業の一員として日本酒の素晴らしさをもっと発信していきます。よろしくお願いします。柱力さん、2022ミスター酒ファイナリストの柱力と申します。私はこの今年度より家業である酒屋を事業承継いたしまして酒屋4代目となりました。私は日本酒の中でも五感酒の文化を世界に認められるものにしていきたいと思っております。よろしくお願いします。新大二郎さん、2022ミスター酒ファイナリストの新大二郎と申します。私は普段 IT 企業でコンサルタントをしながら勤めております。まあ、この中では少し軽有な存在かもしれませんけども、その IT やマーケティングの力を通して今後も日本酒を伝えていきたいなと思っております。よろしくお願いします。山崎雄介さん、2022ミスター酒ファイナリストの山崎雄介と申します。私は現在東京の酒販店にて、お酒の提案と提供そして販売をさせていただいています。そして9月からオープンする日本酒のカフェバーのプロデュースも現在手掛けさせていただいております。私は広島西条出身でして酒どころの、人間としてお酒を楽しく伝えることを、頑張っていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。永井裕太さん、2022ミスター酒ファイナリストの永井裕太と申します。僕は今、名古屋のみんなのおでんというおでん専門店の、聞き酒師、店長マネージャー職を務めております。よろしくお願いします。はい、5名のファイナリストの皆さんの、熱い思いと、ね、スーツバッチリ決めていただいて男らしいスピーチ聞かせていただきました。それでは引き続きここでグランプリの発表に移りたいと思います。グランプリの発表は2021ミス酒から発表させていただきます。皆さん準備はいいですか？2022ミスター酒は山崎雄介さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。それでは前へ出て、ぜひ一言グランプリのスピーチをお願いいたします。 ありがとうございます。ちょっとびっくりしてちょっと動転してしまったんですけども、広島の西条出身でして、大学の5年間を、兵庫県の灘で過ごしまして、蔵人だったり、大学の日本酒サークル、そして全国の、学生の日本酒サークルの取りまとめだったり、そういったものを、活動でやらせていただいていました。僕は、まだ若いので、お客様に消費者の方に一番近いところで日本酒をより若い人に、そしてもちろん皆様に届けていきたいと思っております。今後とも応援のほどよろしくお願いいたします。はい、おめでとうございます。それではここでサッシュの贈呈に移りたいと思います。
では記念撮影をお願いいたします。おめでとうございます。ファイナリストの皆様もありがとうございました。山崎さんにはこれから2022ミスター酒として日本全国および世界へ日本酒そして日本の魅力を発信していっていただきます。皆様ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。それでは続きまして、私たちからなでしこプログラムの活動報告をさせていただきます。ミスター酒の皆さん、ありがとうございました。山崎さんとは私も西条の、はい、うん、醸造機械メーカーのイベントでご一緒させていただきまして、もうたくさん日本酒の愛を語っていただきました。はい、はい、頑張っていってほしいです ね、 ね、でも他ね、はい、では早速続きまして、審査の間に2022なでしこプログラムについてご紹介をさせていただきます。このなでしこプログラムというものなんですけれども、一般の女性が日本文化アンバサダーになるために受ける教養講座でございまして、こちら今年は合宿で開催されました初の試みでございます。関係、協力いただいた、関係企業の皆様をまずご紹介させていただきます。石川酒造様という東京都福生市にございます、酒造様がございます。こちらエンターテインメントを、モットーとしておりまして、酒飲みのテーマパークということで、週末にはジャズコンサート等もされています。この石川酒造様の中にあるゲストハウス酒房という宿泊施設がございます。こちらで宿泊をさせていただきました。また、アパホテル&リゾート東京ベイ幕張にて、講義の、ご協力を賜っております。なかなか合宿というのが今回初めての取り組みでしたね、はい、これ合宿は1回だけだったんですか、はい、それがほぼ毎週末20回ほどずっと寝泊まり、毎度毎度合宿で、はい、いや今年のなでしこプログラムすごいですね、ボリュームが充実してました、はい、その内容も詳しく、はい、ご紹介させていただきます、はい、はい、なんと、今回はミスサケ最多50講義行われたんですけれども、全部ご紹介したいところですが、時間にも限りがございますので6つの柱でご紹介をさせていただきます。ミス酒に関する講座、酒蔵見学、女性一般教養、日本文化、日本酒ということで、早速ミス酒見てまいります。ご紹介お願いいたします。はい、このミス酒の部分は私も関わらせていただいたんですけれども、やはりミス酒になりましたら、自分自身でメイク、髪の毛そして着付けもすべて行わなくてはなりませんので、その、勉強会をさせていただきました。皆様初めて着物を着るという方も、いらっしゃったんですけれども、本当に皆様そこから毎日練習をして、今では綺麗に一人で着物が着れるようになっております。私自身もう人生 の、 財産となるような講義だったなというふうに感じております、うん、はい、それでは次のスライドお願いいたします。続きまして日本酒に関する講座でございます。こちら本日も審査員を務めていただきました平出先生にもご講義を賜ったんですけれども、もう平出先生の熱い思いに共鳴して涙をするようなファイナリストも多く見受けられました、はい、他にも WSET の、はい、酒レベル1や、うん、醸造機器、日本酒の化粧水等さまざまな講義を受けました。このつなぎのお写真が非常に印象的ですね、はい、こちら関東甲信久保田様のユニフォームをお借りして、みんな久保田帽子と久保田姿で、長野県の松本市にて田植え体験をさせていただきました。こちらも今年初めての試みということで、はい、はい、リノさんも田植えをしたことあると聞きましたが、そうですね、はい、
任期中2017年度の時にも白鶴さんの天空農園の方で田植えさせていただいて、やっぱりこう田植えを経験すると日本酒がこのね米苗の時からこう成長していって、いろんな方の思いがあって作られてるんだなっていうところもすごく感じることができましたし、この田植え体験ファイナリストのみんなすごくいい経験になってるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、続きましてのスライドが、4つの酒蔵への見学でございました。はい、先ほどもお話に出ました、はい、白鶴の銀座にございます白鶴ビルにて、特別講座を賜りまして、他にも石川酒造様、そして近隣の田村酒造様、長野県にございます、大信州様にお伺いしました。やっぱりこう蔵元の方々の異なる思いを聞くっていうのは、うん、素晴らしい体験だったと思います。はい、はい、次お願いいたします。続きましてが日本文化に関する講座です。はい、本日の、そうですね、こちらに、はい、本日も綺麗なお花を生けていただいております、笹岡隆法様にも、お越しいただきまして、日本の文化そして、お花と、心についてですねお話をいただきました。また九谷焼の一番古い お家元でもある、鏑木先生にもお越しいただき、酒器による日本酒の味わいの移ろい変わり方についてご紹介いただきました。あと日本ワインの講座もかなり魅力的だったんじゃないですか。はい、辰巳拓郎様による日本ワインの講座、やっぱりこうワインと日本酒、はい、はい、ここが協力してやっていくというところの大切さをファイナリストの皆様も感じていただけてはではないかなと思っております。はい、続きまして体験的に日本文化を学んでいただこうということで、先ほど京都代表の大国さんも踊ってらっしゃ待ってらっしゃったんですけれども、日本舞踊を藤間光也先生に教えていただいたり、構わぬさんの手ぬぐい講座も、はい、はい、そうですね、実際に政務の高橋様にお越しいただきました。はい、はい、そして、一般教養ということで、ミス酒はたくさんの VIP の方々とご一緒にお食事をさせていただく機会がございます。その時にきちっと、一人の日本人の女性代表として、振る舞えるようにということで、アパホテルの、中にございますレストランにてディナー、テーブル講座を、マナー講座、そうですね、ね、はい、ご講じいただきました。はい、それだけではなく、やはり、日本酒の基礎知識ということで WSET、 酒だけではなくワインも、しっかりと勉強をさせていただきました。その他にも、宇宙の講座、日本食に関する講座、ここに写真に写りきれないほど、講座を賜らせていただきました。そして最後に、ミス酒は女性の社会進出を応援しているということで、切っても切れない妊娠と女性の体ということで、アパホテル内にございます胎児クリニックの先生と慶応義塾大学の婦人科の先生に、お越しいただきました。このように日本酒だけではなく日本の文化そして女性の魅力という部分も含めてですね、広く学んでいくのがこのなでしこプログラムでございます。今回は合宿だったということでございますが、はい、合宿ね、今年初ですよね。はい、うん、やはり泊まるので、まあ、その夜の楽しみなんてあるんじゃないですか。そうですね、もうご紹介させていただきたいのが鍋&酒という日本酒造組合長会の、私たちも出演させていただいている、シリーズなんですけれども、こちらのレシピを活用して全国の美味しい美味しい食材とともに、夜を共にさせていただきました。岡山県の、一番古い日本酒の和牛ブランドの発祥とも言われている千屋牛や、兵庫県の播州百日鶏、他にはゴールデンボアポーク、シャモなど、たくさんの美味しい食材を学ばせていただきました。そして酒はと言いますと、はい、酒はおー、ありますね、ずらりと並んでますね、うん、こちら、全国のファイナリストが有志で募って、毎晩お食事の前にプレゼンテーションをしていただくということで、
実際にミス酒になる前にその準備としても、うん、プレゼンの機会が設けられ、もう皆さん刺激を受けながら、ああちゃんと紹介できるかなっていうような、はい、緊張感を感じながら楽しく過ごさせていただきました、うん、はい、ということで、今回、はい、ミス酒決まりますが、うん、ライバルではありながらもミス酒ファミリーとして、皆さん、切磋琢磨されてまいりました。そして今回の、ミス酒の評価基準としましては補足お願いできますか。はい、本日の、皆様のスピーチですとか自己 PR そして質疑応答が、もちろん審査の、参考となるんですけれども、このなでしこプログラムを経てですね、彼女たちの、向き合い方、出席だけではなくその後のレポート提出ですとか、そういったあと SNS ですとかそういった個々の活動も含めてですね、すべてトータルで、本年度のミス酒を決めてまいります。それでは間もなく審査が終わったかと思いますので、はい、新しいミス酒の誕生皆様楽しみに、そして、発表されました皆様どうぞご支援のほどよろしくお願いいたします。ご清聴いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。森田さん、田中さん、そして松崎さん、誠にありがとうございました。さあ、そして審査でございますが、今別室で審査員の皆様大変白熱しているということで、審査結果が届き次第審査結果を発表させていただきます。どうぞ皆様日本酒をおすすめいただきながらお待ちくださいませ。さあ、それでは皆様大変長らくお待たせいたしました、2022ミス酒最終選考会審査結果が届きましたので、これより発表を始めてまいります。それでは今一度ステージにご登場いただきます。大きな拍手でお迎えください。2022ミス酒最終選考会ファイナリストの皆様です。表情も少しほどけたように見えます。ファイナリストの皆様にステージにご集合をいただきました。それでは早速発表をしていきたいと思います。では初めに地域活動貢献賞の発表です。こちらは代表地域のために特化し積極的に活動をした方お二方に贈られます。それでは発表いたします。地域活動貢献賞は大阪代表田沢もなさん、岡山代表安藤めぐみさんです。それではプレゼンターは株式会社コーポサチ代表取締役平出俊恵様、そして群馬大学情報学部教授キャリアサポート室長結城恵様にお務めをいただきます。それでは田沢さん、どうぞお進みください。それでは平出様、お願いいたします。地域活動貢献賞が贈られます。おめでとうございます。正面のカメラにて記念撮影をさせていただきます。どうぞ大きな笑顔をカメラへお向けくださいませ。おめでとうございました。大きな拍手をお送りください。それでは結城様、お願いいたします。
場正面のカメラにて記念撮影でございます。おめでとうございました。どうぞ大きな拍手をお送りください。プレゼンターもお務めいただきました、ゆき様、誠にありがとうございました。さあ、それでは続いての賞の発表です。オーディエンス賞の発表です。オーディエンス賞は会場を一番沸かせたという方に贈られます。それでは発表いたします。2022ミスサケオーディエンス特別賞は岐阜代表岡崎陽子さんです。おめでとうございます。プレゼンターは俳優日本のワインを愛する会会長辰巳拓郎様にお願いしたいと存じます。オーディエンス賞おめでとうございます。正面のカメラで笑顔を収めさせていただきました。今一度大きな拍手をお送りください。辰巳様、ありがとうございました。それでは続いては審査員特別賞の発表です。2022ミスサケ審査員特別賞は北海道代表今原幸乃さんです。おめでとうございます。プレゼンターは株式会社 JTB 執行役員中部エリア広域代表宇都宮様にお願いしたいと存じます。審査員特別賞おめでとうございます。それでは正面のカメラにて笑顔を収めさせていただきます。審査員特別賞誠におめでとうございました。宇都宮様、ありがとうございました。さあ、それでは続いては準グランプリの発表となります。2022ミスサケ準グランプリは東京代表川上千秋さん、神奈川代表横田咲さんです。おめでとうございます。準グランプリに選ばれましたお二人には初めにサッシュが贈られます。おめでとうございます。ありがとうございます。王子様、ありがとうございました。それでは続いての冊子は金子美幸様にお願いしたいと存じます。おめでとうございます。準グランプリの冊子が贈られます。それでは記念撮影をさせていただきますので、プレゼンターのお二方と準グランプリお並びいただけますか。ありがとうございます。
プレゼンターをお務めいただきましたのは全国醸造機器工業組合理事長大辻節子様、そして NPO 法人日本ネイリスト協会副理事長キャリエールネイルカレッジ学院長、公益財団法人日本ネイリスト検定試験センター副代表理事金子美幸様でございました。お二方ありがとうございました。それでは続いて副賞としてプレミアム日本酒が贈られます。それではプレゼンターは泡酒協会を代表し塩結び酒造株式会社当事兼常務執行役員岡空総様にお願いしたいと存じます。副賞としてプレミアム日本酒が贈られます。おめでとうございます。お写真もお納めいただきました。ありがとうございます。副賞のプレミアム日本酒おめでとうございます。岡空様ありがとうございました。それでは続きまして花包みが贈られます。プレゼンターは大辻節子様、そして書家の中塚水道様にお務めをいただきます。それではまず大辻様お願いいたします。おめでとうございます。続いて中塚様お願いいたします。おめでとうございました。それでは記念撮影をさせていただきます。どうぞ正面のカメラをご覧ください。写真よろしいでしょうか。ありがとうございます。プレゼンターをお務めいただきました大辻様、中塚様ありがとうございました。大きな拍手をお送りください。おめでとうございました。さあそしてさらに準グランプリのお二方には副賞といたしましてハパホテル&リゾート東京ベイ幕張様よりジュニアスイート15万円相当が、さらにハパ社長カレー1箱が贈られます。おめでとうございます。準グランプリのお二人おめでとうございました。どうぞお戻りください。さあここまで2022ミス酒準グランプリまで発表をいたしました。さあそれではいよいよ最後の発表となります。グランプリの発表は主催者を代表し理事の大西美香が務めさせていただきます。それでは発表させていただきます。2022ミス酒ジャパンは
表磯部理沙です。おめでとうございます。2022ミス酒に選ばれました磯部さんには、2021ミス酒松崎美優さんよりサッシュが贈られます。おめでとうございます。それではお二人の記念撮影をさせていただきます。どうぞ会場正面のカメラご覧ください。まずはサッシュを2021ミス酒松崎美優さんよりグランプリに選ばれました滋賀代表磯部理沙さんにお渡しをいただきました。サッシュを受け取られましたグランプリに大きな拍手をお送りください。松崎さんもありがとうございました。それでは続きまして、主催者より賞金300万円の目録が贈られます。プレゼンターは俳優日本のワインを愛する会会長辰巳様にお務めをいただきます。賞金300万円が贈られます。おめでとうございます。では記念撮影をさせていただきます。どうぞ目録を手にカメラに向かい大きな笑顔をお願いいたします。俳優日本のワインを愛する会会長辰巳拓郎様より賞金300万円の目録を送っていただきました。どうぞ今一度大きな拍手をお送りください。辰巳様プレゼンターありがとうございました。それでは続きまして、副賞として株式会社富士ドリームエアラインズ様よりペア1組2名様往復無料ご搭乗券を授与いただきます。プレゼンターは株式会社富士ドリームエアラインズ営業本部山田純様でございます。素敵な旅楽しんでください。おめでとうございます。地方と地方を結ぶエアラインとして2009年7月に就航。静岡、名古屋、神戸などを拠点に全国16都市25路線を全国各地で運行されています。小型リージョナルジェット機を16機所有し、新たなビジネスモデルの航空事業に挑戦し続けています。山田様ありがとうございました。それでは続いてご紹介のみとなりますが、副賞としてアパホテル&リゾート東京ベイ幕張様より220平米のスイート30万円相当と鉄板焼きナナミ3万円相当、さらにアパ社長カレー1箱が贈られます。おめでとうございます。ありがとうございます。元谷様誠にありがとうございました。おめでとうございます。
それでは続いてキャプラン株式会社よりダブルセット酒講座特別招待券が贈られます。プレゼンターは日本酒造組合中央会副会長沢浦様にお願いしたいと存じます。おめでとうございます。講座無料招待券が贈られます。なでしこプログラム内でご提供いただきました酒講座レベル1の上位資格、酒講座レベル3の特別招待券の授与となります。おめでとうございました。プレゼンター沢浦様ありがとうございました。続いては有限会社平安東海園様よりミス酒ロゴ入り大皿が贈られます。プレゼンターは平安東海園代表伝統工芸士伊藤南山様でございます。ロゴ入りの美しい大皿が贈られます。おめでとうございます。プレゼンター伊藤南山様、誠にありがとうございました。それでは続いての副賞です。毎年ミス酒ファイナリストがなでしこプログラムの体験にてお世話になっております。江戸切子の店花椒様から美しい文様が扇形に贅沢に施されている一点物ぐい飲みグラスが贈呈されます。プレゼンターはアパグループ専務、アパホテル株式会社代表取締役専務、元谷拓様でございます。おめでとうございます。花椒の作品は洞爺湖サミットで各国首脳にプレゼントされるなど、日本を代表する江戸切子でカット磨きともに職人の手で制作されております。元谷様、誠にありがとうございました。それでは続きまして株式会社ウテナ様よりマトメージュ和髪セットヘアケア剤1年分が贈られます。プレゼンターは株式会社ウテナ代表取締役社長田頭元明様でございます。田頭様、どうぞよろしくお願いいたします。おめでとうございます。マトメージュは遅れ髪の遅れ毛をピタッと抑えるヘアスタイリングワックス。いつもきっちりとした和髪が美しい歴代のミス酒も愛用しているアイテムです。ウテナというのは花の額のことを意味します。花の美しさを支えるように全ての人の美しさの支えとなりたい。ウテナ様はそんな思いを持って化粧品の製造販売を行っていらっしゃいます。おめでとうございました。続きまして株式会社ラッシュドールジャパン様より新しく誕生したライフビューティーブランド2スキンケア3点セット、オードリーヘプバーンアイライナー2種が贈られます。プレゼンターは株式会社ラッシュドールジャパン代表取締役社長石原ひとみ様にお願いしたいと存じます。おめでとうございます。アイラッシュメーカーとして教育サロン事業なども展開。昨今ではフランドロック、フラットマッシュフラッシュなど多くの特許技術やヒット商品を生み出し、オードリー・ヘプバーン、バービーの公式ライセンスを取得した機能性とデザイン性を兼ね備えた商品も話題になっております。美に関するプロダクトを美容サロンや美容プロフェッショナルへと展開してきました。今期ネイルブランド、ライフビューティーブランド2、サロンウェア、マイホームなどアイラッシュにとどまることなく新たなブランドを展開していらっしゃいます。総合美容メーカーとして
さらなる進化を遂げます。ダッシュジャパンドール様より副賞を贈呈いただきました。それでは最後に花包みが贈られます。プレゼンターは未勝龍笹岡お家元笹岡龍子様にお願いしたいと存じます。おめでとうございます。笹岡様、誠にありがとうございました。さあ、たくさんの副賞がグランプリに贈られました。それではここで見事グランプリに輝きましたのでスピーチをご披露いただきたいと思います。それでは磯部さん、今の喜びの声皆様にお届けください。どうぞ皆様大きな拍手でお迎えください。この度2022ミスサケジャパンにご選出選んでいただきました、磯部理沙と申します。もう本当にもう嬉しくて胸がいっぱいで、もちろんこうグランプリを目指してこれまで4ヶ月間一生懸命頑張ってきたんですけれども、まさか自分が選んでいただけるとは思っていなかったので、もうちょっと今頭が真っ白な状態ですので、少し温かい目で聞いていただけたら幸いです。やはりこのなでしこプログラムの中でいろんなことを学ばせていただいて、日本酒はもちろん日本文化のこと、一般教養幅広いもう教養のこと、もういろんなことを学ばせていただいた中で本当に成長させていただいて、で私はやっぱりでもその中で一番心に残っているのはミスサケファイナリストのみんなとの出会いでした。本当にみんなそれぞれ日本酒が大好きで、それぞれの思いを持ってこのミスサケに参加していて、なので今年私がグランプリに選んでいただいてはいるんですけれども、私はこの20名のみんなの思いを背負ってこれからグランプリジャパンとして活動させていただきたい。みんなの気持ちを、一人一人の気持ちをきちんと背負って私なりに努力していきたいというふうに今日決意しております。少しだけすいません、私の話をさせていただくと、もともと高校の時にフランスに留学したことがきっかけで、日本食や、そして大学でもフランスに留学したので、こう日本酒の海外での評価っていうのを身に染みて感じて、もうこれを世に世界に発信する活動したいというふうに思っていたので、大学生の時にはフランスや、ベルギーで開かれていた、食品展示会で通訳のインターンをさせていただいたりですとか、あとはパリの現地の企業で、日本企業のヨーロッパ展開の支援をする、仕事をさせていただいたりなど、これまで10年ぐらい、この夢に向かって一心に努力してまいりました。そのためミスサケにという活動をした際、日本酒をはじめとする日本文化を国内外に発信するアンバサダーという、そんな私がずっと追い求めてきた、やりたかった活動がここにあったんだっていうことを本当半年前に知りまして、それでもう慌てて、あ、これこそ私がやりたいことだというふうに応募させていただいたという経緯があります。ですので2022ミス酒として私だからこそできることというのは、こういったフランスでやヨーロッパでの経験を生かしてミスサケの活動そのものをもっとヨーロッパで拡大し、パートナーを開拓し、もっともっとミスサケという日本酒をはじめとする日本文化の魅力を発信する活動を海外に広げる、その貢献を私なりの方法でやっていきたいというふうに思っております。はい、すみません、もう胸がいっぱいなんですけれども、そうですね、もう事務局の皆様、あとは酒造組合の皆様、本当にここまで来れたのは皆様のサポートのおかげだと思っておりますので、この感謝の気持ちを胸にこれからずっと、ミスサケとして、
活動してまいりたいと思います。ぜひ1年後私の成果をこの場で皆さんに素晴らしい成果をご共有できるようにこの1年間精力的に活動してまいりますので応援のほどよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。磯部さんおめでとうございました。ファイナリストとしてスピーチをグランプリとしてスピーチをいただきました。ありがとうございます。それではここで、我々一般社団法人道酒の顧問である増田徳兵衛様から総評を頂戴したいと思います。増田様よろしくお願いいたします。皆さん大変お疲れ様でございました。そしてグランプリになられた磯部理香さん本当におめでとうございます。だいたいこんなところで総評っていうのがおかしいんですけども、愛媛の方 の歌良かったですね。疲れたら愛媛、僕あれも最高やったな。だから疲れたら今度京都にしてもらって疲れたら日本酒、これでいきましょうね。そういうことでございますけども、本当この水酒ができましてちょうど9年、そして来年10年を迎えるんですけども、このコロナの中本当にもう皆さん頑張っていただいて、ここまで来れた。そしてまた今日、昨年は東京で小さく、開催を最終の選考会だけをさせていただいて、今日本当にこの約400名近い皆さんにお集まりをいただいて、このように盛大にまた9回目のミスグランプリが生まれたということは本当に私たちにとって、酒造メーカーにとってもそうでございますし、このような皆さんで集える会ができたっていうのは本当に皆さんのもう精進の良さだというように思っております。これからまた、昨年度、グランプリだった、正木さんは海外には行けなかったんですけども、ぜひとももうこれで、コロナの方も少し、収まりを見せておりますので、増えてるところもありますけども、ぜひとも海外に行っていただいて、日本酒の良さを世界中に伝えていってほしいと思います。そして何より実はミスグランプリもこのミス酒を作った第1回からの実は相葉代表が昨年度ねもういられて、で今年から大西美香さんとに変わったと。大西さんどこにいるの？相葉さんもどこにいるんですか？なんかあんまおでこが光ってへんからよう分からへんんだけど、いやいやそんな、いやちょっと出てきてよ。別に悪いことをして辞めたわけはないんですけども、余計やしか。ほんでいや大西さんにね、こうやってまた変わってそのやっぱり女性代表でまたこれから世界に、発展をしていくという、水酒をもう代替わりですね、いい意味での。でさっき京都市長もお越しをいただいたんですけども、来年その乾杯条例っていうのも10年になるんですよ。でこの水酒も実を言うと10年になる。だから来年はぜひともその乾杯とその水酒を一緒にして、京都からまた世界発信ができていけばまたその大阪の万博にもつながるし、そういったことでグランプリの皆様、この全員本当に今回こう20名で、最終まで残っていただいた皆さんにまた協力をしてもらわなくちゃなりませんので、どうぞ皆さん、よろしくお願いいたします。簡単でございますけれども総評というよりも相部さんお疲れさんでした。でありがとうございました。これから磯部さんどうぞ頑張ってくださいね。よろしくお願いします。で皆さんも大変お疲れ様でございました。これからもどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。
総評を賜りました増田様、誠にありがとうございました。グランプリに輝きました磯部さんはこれから2022ミス酒として日本全国、そして世界に日本酒、そして日本の魅力を発信していってもらいます。皆様ぜひ大きな応援をよろしくお願いいたします。以上をもちまして2022ミス酒最終選考会を終了とさせていただきます。本日は最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。